家康の肖像画、誰しも見たことはあると思います。そう、明日から徳川家康と歴代将軍、国宝久能山東照宮の名宝ということで、家康そして歴代将軍ゆかりの品々が並んでいます。ちょっと将軍たちの息遣いが聞こえてきそうな、こちら夏休みにもってこいということで、学芸員の堀本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや、ちょっといろんなものが並んでいるということで、はい、来てます。今回は一部をご紹介ということで解説もしていただくんですが、まずやっぱりあちら光り輝くね、太刀、いい反り具合ですね、はい、これはですね、国宝の太刀なんですけれど、はい、福岡で初めて公開される方のですが、久能山東照宮が創建された時に、はい、家康さんの息子の二代将軍秀忠がお父さんのために奉納した立派な太刀です。父上にこれを、はい、っていうことですか。展示品の中で、ね、これが一番僕のお気に入りですね。そうですね、すごく出来がいいですね。抜けば玉散る氷の刃ってことですね。平安時代の終わりに作られたものです。平安時代の終わり、はい、そうですか。一番私驚いたのがこれ、金の扇。扇です、これ、はい、金銭馬印と言いまして、はい、大将はですね、戦場で自分はここにいるぞということを、敵味方に知らせるためにですね、でっかいこう印を立てるんですよ。で実際はね、もっとね、10メートルぐらい高い、これ、はい、天井いっぱいまで上げてますけど 4.5 メートルぐらいしかありませんが、倍以上の高さで、家康ここにありということをこう示していたものなんですね。相当目立つようにということなんですけど、はい、こちらそれでいうとなんかビリケンさんみたいに金色で金ピカなんですけど、シンプルな、ね、形で、はい、シンプルだけれども、きらびやか。でこれはですね、家康さんが19歳、はい、桶狭間の戦いにもね加わってるんですよ、家康さんは。その時に着ていた甲冑だと伝えられています。大阪城に兵糧運び入れの時に、ね、着ていたもの。私の4つ下の時ってことですね。19歳とか23歳なんですけども、あ、見えないかもしれませんけれども、でも私結構、はい、私が家康だったんですよ、ちょっとこう目立たない甲冑を着て、こう後ろからこう刀で忍び寄ってグッてやりたくなるんですよ。そんな卑怯なことはしません。目立つんですよね。変わった形 の、飾り物を立てたりとかして、はい、俺はここにいるんだということを示して正々堂々と戦う、正々堂々と戦うことが当時大事だった。後ろからね、襲ったらダメですね。そうですか、はい、なかなか会社で生きているとそうもいかないところもあるんですけどね、はい、これちょっと地味になってきますけども、これは家康さんが関ヶ原の戦いで着た甲冑ですね。40年後ですね、で兜を見てください、はい、頭巾の形してます。これ、家康さんが夢の中で大黒さんを見て夢見てですね、はい、でそのインスピレーションで甲冑師さんに作らせたもので、これを着て関ヶ原の戦いで戦われたというものです、はい、関ヶ原の合戦で使ったものがまだ残ってるっていうのがまず驚きですね。胴回りが、ね、大きくて、ね、体格が良かったっていうのが分かりますね。防具も気になるところなんですけど、はい、やはりそれでいきますと攻撃する刀、家康さんが最も愛した刀がこの三池と蘇生の剣打つすなりって銘が入ったものなんですけれど、これは福岡県で作られた刀なんですよ。大牟田市、現在の大牟田市、三池天太光代という人が作った鎌倉時代の刀です。これを家康さんはですね、肌身離さずこう愛用されたということで、家康さんが亡くなられるとともに、亡骸とともに久能山に納められて、久能山随一の御神宝として今に伝えられたものです。そうですか、御神体同然だということでですね、寝る時も使ってたということですね、はい、抱き枕ならぬ枕刀、他にも薙刀とかですね、脇差し、はい、家康さんの差し料を、ね、全部お借りしてきました。こういうものが全部残ってるというのはどうしてなんですか。はい、久能山東照宮が創建されるときに家康さんゆかりのものが久能山に納められました。で江戸時代に後の将軍たちがですね、はい、刀を奉納したりというものがあります、はい、もう一つ、明治時代になりまして徳川宗家から奉納されたというものを3つのコレクションから、ね、成り立っているんです、全部で3000点ほどお持ちです。3000点もあって、そのうちの150件をお借りしてきました。150件でも相当な数だということで、家康公のゆかりの品々を今回はご紹介しています。変わったものなんですけど、西洋時計です。いや、日本で作られたものじゃないんです。
これですね、はい、スペインの国王から家康さんにプレゼントされたもので、はい、機械式の時計としては国内最高、はい、世界史的に見てもですね、古い部品がそのまま残ってるということで大変貴重だと言われています。国内最高ですか、はい、部品というところでいうと側面から見ますと前の仕掛けとかで歯車が、ね、はい、よく見えてですね、今も前前負けは多くそうですが、数年前に大博物館の、ね、キュレーターにオーバーホールしてもらった時に、貴重だからね、前前巻くなって壊れると怒られたそうです。動かせるけどあまりにも貴重だから動かさない方がいいっていうことですか、はい、映像で鳴らします。音で鳴らして、なるほど、館内が映像で鳴るということですね、はい、で、まあ、初代がいれば2代目がいるということで、はい、これ秀忠さん、うん、どうでかいでしょう、かっこいいんですよ、結構体が大きい感じ。秀忠さんの甲冑はね、これしか残ってないんです、全国に。だから兜がないんですね。兜はね、失われてしまいました。そうですか、はい、まあ、2代目があるということで、歴代将軍すべての甲冑、はい、こちらにすべて揃っております。どうですか、もうなんかオールスター感謝祭みたいな、宮司さんにお聞きしますとですね、全部出したの初めてだと言われてます。ひょっとして本邦初ですか。はい、本邦初公開です。歴代将軍すべてが揃うのは本邦初ということで、まあ、歴史の教科書で習ったことがある人多いと思いますが、三代将軍徳川家光のこちら鎧ですね。家康さんね、お孫さんですね、はい、で、この真ん中へこんでますね、へこんでますね、はい、これ大きな鉄砲玉をですね、打ち込んだ後なんですよ、はい、丈夫さを実験するためにですね、胴とか頭もへこんでます。はい、これ ね、 ね、厚い鉄板なんですよ、すっごく重たいです。それで貫かないぐらいの硬さということで、はい、重量がだいたい胴だけでですね、はい、20キロあります。家康さんの志田具足が全部トータルで、20キロなんですけど、これはね、胴だけでね、20キロぐらいありますね、重たいです。で、こちらにバーッと並んでいるのが五代将軍綱吉以降ということなんですね、はい、で、これちょっと見てみるとお分かりでしょうか、皆さん、あの微妙に小さいんですよね、甲冑ね、1両だけ見ると分かんないんですけど、これ並べてみますとですね、はい、オーダーメイドですから、その人の体格に合ったサイズなんですよ、はい、だから、その将軍のどれぐらいの大きさだったか体格が分かるんですね、実感できます。こちらの六代将軍家信のものはわらべ子供用、はい、子供用なんですね。で、その子供用のものと綱吉五代将軍生類憐れみの令を出した綱吉と同じぐらいのサイズということなんですね。奥さんの家の実家のね、あの家紋が載ってるんで、まあ、嫁入り道具で持ってきてもらったのかなというのね、ものです。そうですか、はい、奥様から送られた。これ見てください、でかいです。すね当て、あの、はい、レッグガードですけどね、巨大です。兜も巨大です。これはあれですね、暴れん坊将軍吉宗と旗本の三男坊徳田新之助だ、吉宗でしょ。この人は体格が良かったんだなというのがですね見るからに、はい、頭が大きいですか。巨大です、頭ね、でかかったんでしょうね。そうですよね、これぐらいそのサイズ感の違いが分かるっていうのがまず、もう並べてみると ね、 ね、でも一目瞭然で面白いですね、ちょっとずらっと見ていきましょうか。吉宗がまたあって、はい、これ家さんの真似した甲冑ですね、紅があったりとか、はいはいはい、甲冑は基本的に同じ構造をしてるんですよ、で、個性をどこで発揮するか、兜の飾り物、はい、であるいは、糸、この紐もですね、の色が変わって、バリエーションが出てきます。各将軍の息遣いが聞こえてくると言っても過言ではないかもしれません。今回特別展、徳川家康と歴代将軍、国宝久能山東照宮の名宝ということでお邪魔しました。普段見ることができない展示編ですから、歴史について楽しむ、タイムスリップするいい機会になると思います。初代家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、吉宗、家重、家春、家成、家吉、家定、家持、吉信、すべての徳川将軍が福岡に集結。特別展、徳川家康と歴代将軍、福岡市博物館。